私だってな、今までなだいぶサバイバル生きてきよったんや。こんなとこでね負けてたまるか。レベル20がねレベル30にね戦いを挑んでおりましたよ。こちら白熱のね戦いがね決着つきました。ちょっと、はい、ちょっと、はい、そういうねテクノロジーはね私求めてないんだな。あのゆっくりとね降りてきてもらえないかな。頼みます。あのゆっくりとねレベル30に勝ったんです。おいおいおい、皆さんこんにちは、柚木史郎です。はい、今回もアークやっていきたいと思います。フットをねちょっと手に入れましょうかね。ちゃんちゃんと、なんか夜になりそうだな。そろそろ挟まってねえか、これ気のせいか、気のせいか挟まってる気がすんな。え、挟まったのかこれ。あ、よかったデータ、びっくりしたよね。え、いや私は自分の仮拠点にね侵入できるかどうか試したって、ただそれだけだったんだけどね。いや、びっくりと挟まったかと思ったわ。これでウッドをねちょんちょんと手に入れて、もうちょっとあれ高くしたいな、正面のところだけ。これで、いやでもやっぱボックスも作りたいし、タンスみたいなのも作りたいな。いろいろね作りたいことが多くなってきましたね。これやべ、夜来たな。これマジか、夜か、これついに夜来たね。暗くなるんだな、夜になると。なんか腰にぶら下げるランタンとかがアップデートでねクラフトできるようになったりするとね非常にありがたいんですかね。そういうクラフトはこれあのいつ頃入りますでしょうかね。こちらどうでしょうか、入ってくれますでしょうかね。さて、持ち物がいっぱいになっちゃったね。そうだ、壁作るためにファイバーもちょりっと拾っとかんというかな。これチュリットファイバー、チュリットファイバー、どうか、ファイバー、ファイバー。あー、ナルコベリーな。あの恐竜もテイムしたよね、私一人でもねテイムできるよっていうところをね皆さんにね見せたいところですよ。いやー、クレーナーを、しかしなんかトーチみたいなの置いてた方がええかもしれない。暗すぎるや、これは。あのワークショップのサポートを受けるっていうね、ニュースを私見ましたよ。いやー、今後ねアークね、まあ、注目されてるタイトルではあるのでね、今の段階で、まあ、早期アクセスでも、まあ、かなり遊べるからね。まあそのワークショップでね、まあいろんなモッドとかね出てね、とても便利になるとね、非常にね我々のこの仮生活がねはかどるんじゃないかなという感じですわ。どうやろうか、作れんかねこれ。あ、作れるじゃん。これ置きに行く、置きに行っちゃうか、これね、置いちゃう置いちゃう、うん、二個とも置いちゃうもん。これやっちゃうやっちゃう、この夜の間に。さて、私はね走ることができない。あ、重量軽くなったんだ。あー、そうかそうか、作ったから軽くなったんだ、ちょっと体がね。さてと、これでねオープンと。あれずっと開いてんな、あれ引っかかってんのかな、なんか入れられなかったよね、おかしかったんだな。まあここら辺にちょっと置きましょうかね。あ、違う、持ってんだ、もう。そうだ、あと配置するだけなんや。ここら辺かな。うん、もうちょっと奥ら辺とかに、ここら辺かな。よいしょ。あ、こういうものか。あー、なるほど、これはなかなかね、良さそうなもんやね。もうちょっと、もうちょっと、ここら辺かな。埋もれるんだな、これ。ここら辺に、ちゃんとね、立てさせていただきましょう。あ、いいじゃん、いいじゃん。これいいじゃん。なかなかいいものや。どうやろうかね。これでね、やっとこれで中にしまえるんじゃね？ね。いらないもの。これなくなるやつか。これ牙とかいらない。うん。あとこの血のやつもね、ちょっとそんなにまめに使うわけじゃないから、まあ、ついでにこの血のパックも入れといて、
で、まあ、これでちょっと血を抜いたやつを持っとこうか、私の方でね。これね、血抜きすぎると死んじゃうからね、気をつけて使わないといけないとこなんだよね。まあ2個ぐらい3個ぐらいかな。ああそうだ、これやってるうちにさ、これ焼いた方がいいわ。肉、肉手に入れとったんや。忘れとった忘れとった、たびたび忘れちゃうねこれ。肉はね腐るほどあるな。火があんまないな。大丈夫かな。これでファイヤー。ね、あと他に必要なものといったらね、何入れとこうかな。まあ石系とか、まあ重量系、ドアいらないな。そうだな、余分に作っちゃったもんねドア。うん、まあ、ファンデーションもちょっといらないから入れといて、あと一回血を抜いてだね。真相だね、ピーピー言ってるね。大丈夫かな、心配になってくるよ。帽子もいらない、うん、メガネもいらないそうだな、あとまあこれも入れとこうか。うん、これぐらいかな。まあ、皮も入れといてもいいかな、今使わないし。フリントも重いからな、これも入れておきましょう。うん、メタルと、で、もうちょっとこれね、高さ、うん、屋根の高さが欲しいね。屋根というか壁というかね、これせめてこっち側だけは覆っとかないとね、誰かに入られそうだな。こちらで、あ、そう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 、あれいいねいいね、そうそういう感じ、そういう感じ。それでね、ちゃんと入ってね。何の素材が必要かな、まあ、とりあえずやっぱ基本的なウッドでしょうかね。本当に木なくなっちゃったな、私が切りすぎちゃったかなこれ。よしよし、いやいや今回拠点としてはだいぶええ感じになっとるんやないかい。どうやろうか。さて、あそうだ、水水水飲まないとやばかった。いやーすぐそこにね水飲み場があるからいいね。水飲み場っつうか川なんだけど、これで入れとこう。うん、よしよし、オッケーオッケー。あとは木を切りに行こうかね。もうちょっとこれ高さが必要だからね。いそうだな恐竜、大丈夫かな。もうちょっとだけこれね壁を囲いたいところだね。うん、あ、うんちがね、やっぱりね出るときに出ちゃうね、うんちがねちょりちょりとね出ちゃうね。さて、ウッド、ウッドとザッチ、うん、いいね。これぐらいでね、どんどん手に入って作りたいと思いますよ、建築の方をね。ちょっとそろそろザッチの方をね、手に入れましょうか。壊れた。あ、修理できない？足りない？何が足りないんだろう。石かな、もしかして。完全に石ですな、これ。この辺石拾えんかな？どうかな？石石石を拾いたい。あら、こっちの方までこれ結構あるね。これ石拾えないかな、ここら辺石ないかな。あの、お願いします、石をください、1個でもいい、石をくださいここら辺石、これ石じゃない、これ、これ違う、これ違うの、取れないの、これ取れないね。おかしいな、おかしいな、取れるはずなんだがな、ないのかな、ここら辺に石というもの。これで斧でさ切れんかい。石ストーン、あ、入った入った、手に入った。これで修理してたね。これでね作りましょうかね。これでストーン、あー、こっちだとストーンなんだ、斧だとストーンがよく取れるんだね。なるほどね、これすぐ壊れちゃうよね。大丈夫かな、ストーンもある程度ちょっと所持しとかんといかんでな。でだな、まあちょっとこれザッチ、さあでザッチを手に入れましょうかね。ファイバーもちょろっと手に入れつつね。いやいや今回だいぶいい感じだね、建築がねはかどりますわ、これ非常にはかどりますわ。あ、いい感じのザッチだったね今。ナイスザッチ、ナイスタッチ。あ、恐竜いた今。恐竜いた。
あ、なんだよなんだよ。でも私はね、建築で忙しいんや。相手しとる場合じゃないんや。なんなんや。お前なんなんや。なんなんや。入り巻きかな。入り巻きだったかな。なんかね、敵にやられたね。ちょりとね。まあまあ、こういう感じでね、まちまちまでね、やりましょうか。もうここでも強い敵いないからね、非常にはかどりますわ。すげえはかどるわ。ええぞ、ええぞ、ええ感じやぞ、これ。これでどうやろうかね。まただいぶ作れるようになったんやないかい、壁。何枚作れるかな。よいしょ。あ、これで囲めそうやないかね。どうやろうかね。これでいけるんやないかね。よしよし、いいぞいいぞ、いい感じいい感じ。これで囲ませていただきましょうかね。ちゃんちゃんちゃんとね。よいしょ。低いところをちゃんと補強しとかんと本当誰かに入られそうやな。あら、熱い。あ、飲み物がないか。走りすぎちゃったか。ちょっと水筒にあって入れとかんとな。よいしょ。だいぶええ感じになってきましたね。ええ感じになってきましたって勝手にね、なんか言うとるけどね。いや、私的にはね、もうこれ大満足よ。あの子の私がね、ちゃんと作れとるっていうところがね、いやー、今回ねすごいところですよ。あと、あっち側だな。うん、こっち側もねちょりっと入れそうだからね、入れるところはねしっかり伏せとこう。で、屋根も作ろうかな、ちょっと余裕があったら。よいしょ。あ、いいねいいね。こっち側はな、まあこっち側も一応作ったから、まあ埋めようかね、ここら辺もね。ちゃんとあんまり高いとね、本当に真っ暗になっちゃうからね、見なくなっちゃうところなんだけどな。まあええかね、これで。これで拠点としてはしっかりとしたもんじゃないでしょうかね。一人で建築したにしてはね。ええ、ということでね、ゾウの祖先をね追いたいな。あいつやりてえな、ゾウの祖先。ここら辺におったんやけどな。どうやろか、まだいるかね。あいつ逃げてくんだよな。それだけがねマジで勘弁ですけど、どうやろうか。いないね、ゾウの祖先いないな。明るすぎてそっちの方が見えん。どこいたかな、ここら辺におった。あ、いたいた、あんなとこにいるじゃん。だいぶ歩いてたね。さーて、どれぐらいでやれるかな。よし、弓を持って、弓じゃない、槍だ、槍を持ちまして、こちら行かせていただきましょうかね。ゾウの祖先をね、ちゃんちゃんちゃんとレベル4。いいぞいいぞ、いい感じに弱い、いい感じに弱い。逃げるんだな、これ。 海つうか川を渡りそうだな。大丈夫か、そっちかそっちか。オッケーオッケー、任せなさい任せなさい。よしよし、引っかかっとる引っかかっとる。どこ行ったかな。あら、いなくなったな。どこ行った、どこ行ったよ。あれ、完全に見失ってしまったな。こっちやないかい、違うか、違うな。どこ行ったかな、完全にね見失ってしまったね。ここら辺まで来たのは確かなんだけど、こっちから抜けたか、どういったかな。マジで急にいなくなったな、あいつ。わからんの、これ。わからんの。うわ、なんか色違うやついる。ちょっと水筒に水入れて、ついでに水分も取っとこうか。よいしょ。あっち走ってったわ。あんなとこあいつ逃げよったな。あれ遠いな。でもあそこで休んでるな。いやー、ずっと逃げてんなあいつ。ちょっと無理かな。いやー、追えそうな気も。いやー、でも逃げてってるな。あ、お魚だ。お魚はもうちょっとやるか。これね、これこれ。あ、弱い、弱すぎる。弱いね。ドラッグボディしちゃった、ドラッグボディしちゃった、これ。あー、肉になるね。いやー、こういうのは非常にありがたい。
ダメだな、あのゾウの巣でめちゃめちゃ逃げてたな。せめて川の中をこう泳ぐのはちょっとやめていただきたいところではありますな、こちら。あらら、ここら辺なんか大丈夫だよね。安全地帯？安全地帯。これやれるかな、こいつも。レベル30か、高いな。まあ家近いしやってもいいか。挑戦してみよう。人間ね、挑戦することがね、大事な時だってあるからね。どうやろうか。あら、行っちゃった？スピア。ピケロ持て、ピケロ持て。ピケロ持てやろう、ピケ。痛い。こういう時はね、こういう時は血を飲みます。回復します。やろ。おい、レベル30がなんで、ちくしょう。おい、私だってな、今までな、だいぶサバイバル生きてきよったんや。こんなとこでね、負けてたまるか。レベル20がね、レベル30にね、戦いを挑んでおりますよ、こちら。白熱のね、戦いがね、決着つきました。ちょっと、はい、ちょっと、はい。そういうね、テクノロジーはね、私求めてないんだな。ゆっくりとね、降りてきてもらえないかな。頼みます。ゆっくりとね、レベル30に勝ったんです。おい、あいつ、なんや、荒ぶっとるよ。あ、魔法の力や。あれが魔法の力。あんなところに、頼みますから、下の方に降りていただけんか。マジかよ、もうこれ。またこれ、謎のテクノロジーがね、発揮しちゃったの、これ。どうなっとるんや、あんたはこれ。そんなところにおる、届かんのよ、それさ。頼むよ。どうなっとんのよ、もう。あー、やってもうたな、これは。またやってもうた、これ。やってもうたわ。もう、謎のテクノロジーがね、こういうところに来てね、発揮するんだな。そういうことはね、非常に困ります。非常に私困っております。あー、もうこれ諦めるか。あいつも諦めるか。なんか、ちぎやつやるか、これ。ちぎやつな。もう私何やっとったか忘れちゃったんじゃん。自分で何しとったかさ。あ、これ石ころすげえ落ちそうじゃん。あ、すげえ、ストーンだらけじゃね、これ。ストーンじゃないの、これ。なんなの、これ。なんなの。ね、拾えないの、これ。おかしいね。拾えないね。あ、やっとストーン拾えた。1個だけ？え？これ1個だけなの？え？マジで？ 1 個だけなの？拾えないやないの。全然拾えんかったな。あとスピアを作らんというかな。スピアはこれ何で作れたかな。これちょっと見とこうかね、これ。材料がね。作れないもんね。これ何が足りんかったかね、これね。何かな。何が足りなくてこれ作れないのかな。なんだろうね。フリントとファイバーが足りませんの、こちら。フリントとファイバーか。フリントさっき全部置いてきちゃったかな。じゃあ仕方ね、ここら辺のやつをね、ちゃちゃんと取ってね、フリントとファイバーをね、こしらえてスピアの方を作りましょうかね。あとこれフリントが結構手に入ったね。あとファイバーかな。ストーンも手に入ったね。でっけえ石だな。でっけえ岩やったな、これ。だいぶこれ取れたけどね、どうやろうかね。さて、もうちょっと頑張りましょうかね。フリントとファイバーみたいな。あ、ダッチも欲しかったね。そう。いろいろね、欲しかったね。ゾウの祖先折ったりとか、なんかプテラがね、宙に浮いたりとかね。いや、いろいろあったな、さっきね。いやー、あのね、困るテクノロジーはね、本当にやめていただきたい。私ども、こういうね、下の者どもがね、非常に困りますからね、ああいうことされますとね。